おはようございます。社長のためのオンライン動画ワークショップを開催しております株式会社コラボズの江川です。さて、良い動画と悪い動画の違いを教えてくださいというお問い合わせをいただきましたのでお答えしたいと思います。ですね、まずこれ良い動画の3大条件というのがあります。1つ目、分かりやすい。2つ目、共感できる。3つ目、不安を解消してくれる。この3つがありますので、一つ一つ説明していきたいと思います。まず分かりやすい動画、これは何かと言いますと、扱っている商品やサービスによって、購入してから分かりづらいっていう商品なんかもあるわけですよね。そういう時にこの商品を購入したらこういうふうに使ってくださいねっていうような動画になると、はい、お客さんは非常に買いやすいです。今のね、お客さんっていうのは購入してから失敗したくないという、こういう心理が常にあります。ですので、その商品の使い方、そしてまた組み立て方、こういったことが非常に分かりやすいというと選ばれやすいですね。もう一つ、ちょっと極端ですけど分かりやすいお話をするとしたならば、行き方動画です。駅近だったらまだいいかもしれませんが、ちょっとこう説明しないといけない、もしくは説明してても土地感がないとわからないっていうような方に対しても、やはりこの生き方動画っていうのも分かりやすさっていうのをお伝えすることができますよね。私どものお客様でも生き方動画というのを作って、来店が非常にスムーズになったっていうね、お声もいただいております。そういった分かりやすさ、ぜひ考えてみてください。次の動画で2つ目の共感できるをお伝えしたいと思います。レッツ動画。